みなさんこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について紹介しているチャンネルです。今だけ3ヶ月半額でブランドバッグ使い放題のキャンペーンをやっているので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。今回はルイ・ヴィトンのダッフルバッグのご紹介です。すごく個性的なフォルムでありながらしっかりと収納力のある優秀なバッグです。シーズンや年代関係なくデイタイムからイブニングシーンまで持っていただけます。このバッグは2018年の春夏コレクションのイットバッグの中で最も注目を集めたダッフルバッグで、ニコラ・ジスキエールさんが再解釈したバケットシェイプのバッグです。デザインはモノグラムキャンパスになっています。この留め具部分はルイ・ヴィトン特有の S 字ロックになっています。で、開け方なんですけど、この横のボタンをこうやって押すとパカって開くような仕組みになっています。こんな感じでストラップが2本ついているので、手持ちでもショルダーでもスタイリッシュに楽しんでいただけます。では実際に持ってみようと思います。実際に持ってみたらこんな感じです。これ、ね、こう見た目的にも結構小さめですよね。で、私は今ショルダーで持っているんですけど、こんな感じで腕にもかけていただけます。では実際に中に何が入るか容量検証していこうと思います。はい、ではちょっとこちらを入れてみようと思います。はい、全部入れてみたらこんな感じです。全然ね、余裕で入りました。本当になんかこうサイズが小さいのにすごく大容量だと思います。上がしっかりと開くので物の出し入れもすごいしやすいです。しっかりと下も閉まります。すごいめっちゃいいですね。他にも可愛いルイ・ヴィトンのバッグがまだまだたくさんありますので、ぜひ概要欄から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したバッグの他にもラクサスではエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万点ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。